本当温暖化って大陸国に起こるんで、アメリカなんか起こればいいんですけど、アメリカの西海岸のロサンゼルスなんつうのですね、まあ、日本が32度、ロサンゼルス17度、まあ、いうような具合でですね、実は違うところに原因があるわけです。ですけども、世界中が温暖化って言ってるから、それで温暖化で儲けることができますね。で、温暖化の関連の会社とか、まあ温暖化で融資した銀行とか、そういうところにダーッと天下りをすると。それからコールセーションもそうですね。まあ300万人しかいない日本の高血圧患者を、自分が課長の時に血圧の基準を下げて、下げたらみんなの健康に悪いんですよ。日本人の健康には悪いんだけど下げて、そして、ものすごい量の血圧降下剤を打って、現在では6700万人を患者さんにしてですね、そして自分はそういう製薬会社にこう、天下りする。まあもちろんこれは日本だけではありません。アメリカなんかでも医療業界ではですね、なんつったって、役人は絶対どんなことでも聞いてくれるよ。ほとんどがみんな製薬会社で天下り行くんだからとこう言われてるぐらいですから、これは世界共通した現象ではありますが、まあ、日本でもそうなわけですね。だから、厚生業界は、例えば、まあ、今、血圧だとかコレステロール、コレステロールもですね、日本人がより病気をしやすい方に基準が決まってるっていうね、スタチンっていう薬を売りたいからっていうことで、これはもうある意味じゃ厚生労働省の中では大っぴらなんですよね。2009年に行われた、そのコレステロールに関する厚生省内の研究会では、検討会ではですね、もうあまりにこの低いコレステロールの値をこんな風にしとくのおかしいじゃないかということを指摘した委員もいましたけど、それに対して病院を代表する委員がですね、そんなことしたらスタチンが売れなくなるから、君は病院のお金の計算をどう考えてんだなんていうね、お金のための医療という風な発言があったぐらいなんですね。そのくらい、まあ日本の政府もおかしいんですね。で、まあこの前のこの橋桁落下事故なんかもですね、まあ私なんか見ますと、こういうふうな初歩的なミスが起こる理由は何かということなんですが、やっぱり私はそこに正しいジャーナリズムがあったら、もしかするとね、あれはね、何か落札の時に細工があったかもしれませんね。まあそういうふうに私たちの安全、あれはたまたま作業員の方が二人亡くなりましてね、ベテランのかわいそうなことしましたけど。まあすぐ横に民家があったんですけど、民家に到達しないところに橋桁は落ちてるんですから。まあ民家の人はもうゾッとしたでしょうね。まあそういうふうに、まあ日本の報道がない。日本には報道がないっていう感じがするんですよね。僕らは NHK っていうのを作ったんですが、これは国民が受信料を払って支えるっていうことなんですけど、この NHK が完全に政府寄りっていうか政府そのままなんですね。まあ、そうしますと、余計これは一般のテレビよりか悪い影響を与えますね。っていうのは、一般のテレビはやっぱりコマーシャルなんかありますから、我々を見るときに、まあコマーシャルあるんだからね、コマーシャル出す会社の影響もあるだろうな、とこう一応思いますよね。ところが NHK は国民から受信料を取ってるんだから、国民側で放送してくれるとこう思っちゃうんですよね。まあそれは普通ですよね。国営放送じゃありませんからね。ところが NHK は、まあ、NHK の元の会長が発言したように、政府が右といえば右、左といえば左、他にその放送の仕様があるのかね、なんていう話に一回なったことあるんですよね。本音を述べたい方がおられたんですね。その人はそう言ったと。まあ、まさに今そうで、ウクライナについても、インドなんかの状態についてもですね、この前、私テレビでね、インドでこういう放送が行われてますが、どう解釈したらいいでしょうかという質問がありましたけど、その方がもしですね、NHK がインドとかロシアとかいう方面のことで起こってることに対して正しい報道をしてれば、それこそジャーナリストとして恥ずかしくないね、心に聞いても恥ずかしくない報道をしてれば、そういう質問自体がなかったと思うんですね。私はないから解説しましたけれども、本来は NHK がちゃんとした報道をしてくれればですね、どっちかによるっちんじゃないんですよ。やっぱり、日本人が知る。まあ、例えば政府が今、ウクライナの戦争をですね、自由諸国側でやってるということはいいにしても、それは政府の考え方です。国民は政府を選ぶ立場になります。政府よりか上にあるのが国民ですね。その国民に、まあ、政府によらずに正しい、状況をね、まあ、
自由主義を守るため、民主主義を守るため、ウクライナ側につくっていう考えもないじゃありません。しかし、ウクライナがなぜ戦争をしているのか、なぜミンスク合意をウクライナが守らなかったのか、なぜウクライナはウクライナ領内のロシア人を殺したのか、まあこういうこともね、同時並行的に報道する必要があると私は思いますね。まあそれがないので、ある意味ではアメリカの政治が腐敗してるけれども、日本の政治ももしかすると腐敗してるかもしれない。しかし日本の悲劇は日本に報道機関がないということによると、まあ、いうことになりますね。これはやっぱりトピックスとしてちょっと、皆さんが何かを見るときにですね、参考にしていただかなければいけないと思います。